back to the channel, and thanks for joining me on my musical journey under a glass moon. So the last few Baby Metal reactions have been an absolute blast. All kinds of different stuff we've been looking at, and I'm continuing with these cute type of videos, and this one looks to be pretty good. There's always been a meme out there about Moa and Yui being small, and this video titled Moi Moi versus Smallness by Omagination is looking to be a good one. Just by the title itself, I'm excited. Let's check it out. Link to the original will be in the description as always. All right, let's go. Producer? モアとユイって身長の伸び方がすごい一緒だから背と背がね大体同じなんだけどね、この前寝かされちゃったからちょっとね牛乳飲んで頑張らないとと思って牛乳飲んでるよね。うん、牛乳飲んでるよ。煮干しとかいっぱい食べてんだけど。あ、じゃあもう伸びるんじゃないの？伸びる。さきちゃんはやっぱりなんか一番年下でなんかみんなの妹っていう感じですかね。でもね、あれこっちかごめん。でもね、ゆいちゃんならね、身長だね。ねえ、ゆいちゃん。モアは進級したらちっちゃい、まだちっちゃい。Now, you can see Moa and Yui right there, and Yui is obviously shorter at this point in time, and I think it's great that Yui just grows a little tiny bit more than Moa. Haha. I'm still small, but I'll enter junior high school. All right. お姉ちゃんたちと比べたらすごくちっちゃいんですけど、ダンスだったら誰にも負けません。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイト。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイト。菊池モアです。ちっちゃいけど元気とやる気は大きいです。Ain't that the freaking truth? 大きいやつ、これぐらいの椅子に座ってて、ゆいちゃんもちっちゃいじゃないですか。じゃあとりあえず背が高くなって続いての質問でございます。今悩んでいることは何ですか？ゆいメタル。はい、中学校で一番身長の順が前なことです。あら、最後の質問でございます。今後の目標を教えてください。ゆいメタル。はい、ゆいメタルは身長を伸ばすことです。ナイス。じゃあ逆にゆいから質問いい？はい、2人ってすごい背高くて、ゆいでもはね全然背ちっちゃいんだけど、何どうしたら背そんな高くなるの？私は親の遺伝っていうか、確かに奈々ちゃんは、ね、お母さんもお父さんも大きいから。あるちゃんはなんかすごい、うちも遺伝。あ身長が伸びないのが本当に最近悩んでおります。ウアの方が大きくなっちゃったから。Not for long. Yes. なぜなんで？あのちっちゃい頃、小二から小四かな。ちっちゃい頃？今もちっちゃい。ちっちゃくないですよ。そうやね。ごめん。All right. I just because that was so cute, I wanted to see it one more time. 今もちっちゃいの？ゆいがモアより身長が高くなっちゃったから嫌われたんじゃない？いや嫌われないだろそんなことで。二人は別にそんなほとんど変わんないもんな。いえ変わります。ゆいの方が3ミリ高いんです。いや細かいな。What was that? 変わります。 3 centimeters taller. That's important. That's very important. 3ミリで多っておかしいでしょこれ。だからねちょっとモアと、モアはすごい伸びてね、ゆいはこんぐらいみたいな。今回その曲を私たちの担任の先生でもある森先生が作詞を担当してくださいました。じゃあ初めて聞いた時どう思った？ゆいちゃん。ゆいは
なんかよくメンバーからも言われるんですけど、うん、ちっちゃいって言われるから言われるんですけど、でも歌詞にもそれが書いてあってちょっと不満だったんですけど、でもライブとかそのセリフのところでは本音を言えるんで、本音を叫べるからいいかなって思います。ちっちゃいから可愛いっていうのもあるじゃないですか。でもちっちゃいから嫌だよね。いい方がいいよね、やっぱり。いつもなんか電車の中とかで一緒に移動してても、あれとかって、まーちゃんどこいるみたいな、なんかちょっとなるほどね。なんか満員電車とかで流れちゃうんだよ、下になってね。いいじゃん、ゆいって転んでたんだよ。転んでたの、下でなんかこんな感じになった2月以I mean, I'm not the tallest person in the world. I'm only like 5'5", so I can, you know, somewhat relate to this. these descriptions that they're giving, whether they're translated correctly or not, I don't care, because they're absolutely hilarious. And watching their reactions, especially with like Yui saying, I'm not short, and loving that. You're only as tall as you want to be, because it's, you know, it's mental. Yeah, that's what we'll go with. It's mental.以来で、4ヶ月空いたんですけども、はい、ちょっとたわいない間にね、ちょっと沖縄に入りました。実際、ちょっとモアメタルさんが抜かれるというね。はい。多分、2月の時はモアメタルの方が身長大きかったんですけど、うん、成長したので、ユーメタルの方が大きくなります。ぐっといっちゃった。対してモアさん一言、モアメタルさんお願いします。もう、抜かすんで大丈夫です。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、みんなはハロウィンの時にどんな仮装がしたいか、とりあえず聞いていこうと思います。ゆいは今身長が伸びてきてるので、フランケンになってもっと身長が伸びてみんなを驚かしたいです。二人がすごいちっちゃい。いやいやいや。ちっちゃい、ちっちゃい。ちっちゃい。あの時はね。あの時はね。今は違う。はい、じゃあもーちゃん。身長はどうやったら伸びますか？Now we know, there's probably a good reason why Moa likes to troll Sue all the time. That was, that was pretty funny. ちっちゃいっていつも言われるんですけど、ルリカちゃんはすごいスラッとして背が高くて、なんか憧れの塊みたいな感じなので憧れの塊みたいなルリカちゃんみたいになれるコツとかがあるのかなと思って聞いてみたんですけど、なんかこういう妹欲しいですね。背が伸びたい、はい、背が伸びるためにはよく寝ることです。そう、睡眠。 That was the case, I'd be 10 feet tall. 早いと思うんですけど、何時寝てる？10時とか。だからじゃん。絶対来なの。ゆいは身長を桜学院で一番大きくなるくらい伸ばしたいです。何？いや、1年は難しいだろうな。ナイスナイス。神様、どうにか身長伸ばしてください。お願いします。167は行きたいです。あと、もう今133だから34cm。 やー、神様お願いします。あー、なんか街に出ることで何かを感じること。桜学院小等部6年、ゆいはあと少しで中等部になる。じゃあね、課外授業の席順を決めていきたいので、みんな背の順に並んでください。 Oh God。そんなゆいの一番の悩みは、All right, I can definitely relate to this. When I was in high school and we graduated, it was the dumbest way I've ever seen a graduation line up for the graduation walk. We did it boy girl by height, and because I'm only
five, probably like 5'4" or 5'5" at that point in time. I had so many tall females behind me, and I was surrounded by a bunch of females. I don't know why we did boy girl by height. I mean, it didn't make any sense. The only reason I can imagine was the boy girl made sense, but the rest of it didn't make sense. So I can understand Yui's frustration here. じゃあ小さく前へ、なれ。身長はずっと小さいまま。4ヶ月前、モアに身長を抜かされてからずっと一番前。はい、わかりました。じゃあ皆さん戻ってください。はい。いやね、見ての通り、今日もこんな感じで。アイリン、ずるい。やっぱこの春になっていくと、やっぱりこうどんどん桜学院で一番大きいアイリン。アイリンみたいに大きくなりたいな。それもちょっとワンパターンなんで、どんどんやっぱ外にね、桜学院が出て。All right, this is Can relate. Ah, it's okay. Ah, hi. It's okay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 . It's All right, I wasn't sure if this was actually going to be like real or if a skit. It's obviously a skit at this point, and it's relatable and funny. Exactly. Okiro. Okiro, te oi. Oi. Ma jigyo chuu neru to iidokyo da na. Ah, suimasen. Mechakucha medatte ta yo. Karada okkii kara. Eh?大きい？え、何？寝ぼけてんの、アイリちゃん。え、アイリン？ゆい、アイリンじゃないよ。え、アイリちゃん、眠って記憶喪失になっちゃったの？みんな何言ってんだろう。なんでゆいがアイリちゃんって呼ばれちゃうんだ？授業でもいつもほら座ってさ、あー手も長い、足も長い。それもちょっとワンパターンなんで、背も高い。季節だからな。すごい。こんな風に見えるんだ。に混じっちゃってもいい。マリマリって上から見るとこうなってるんだ。授業ね、課外授業。どうしたすか。うん。なんでもない。はい、じゃあね、次の課外授業の席順を決めたいので、みんな背の順に並んでください。はい。はい。じゃあ小さく前へ並べ。あ、まずい。あの大きい順じゃないからな。あ、そっか。ついついいつもの癖で前に来ちゃった。Excuse me。一番後ろ。リノ。取ってあげるね。はい。ありがとう。大きいっていいな。モアはもっと牛乳を飲んだ方がいいと思うよ。え？どうしたの？いきなり。うん。え？言ってみたかったんだ、このセリフ。お、階段だ。いっぱい飛ばしちゃおう。Oh my goodness. You had to see that coming. Look.I mean, it's not funny to laugh, but it is hilarious at the same time. This is a good skit. I'm enjoying it a lot. Airi-chan, 大丈夫？大丈夫？思い切り突進してきたよね、今。うん。あ、そっか。いつもならくぐれる高さだったから。うん。
Oh, let's see what happens now. おおきいろって授業中に寝るとはいい度胸だな。あ、すいません、めちゃくちゃ目立ってたよ、席一番前だから。え、一番前？え、何寝ぼけてんの、ゆいちゃん。え、ゆい？ゆいなの？え、ゆい眠ったまま記憶喪失になっちゃったの？あれね、あれ、戻ってる。なんだ、夢だったのか。あ、いた。夢なのにおでこに絆創膏？あれ、え、なんで。Oh boy. That was pretty good. That was pretty damn good. As like I said throughout this, as someone who is on the shorter stature himself, I can relate to a lot of that. I never really had a growth spurt, but I was always a short person in my classes. Then I was average in high school. Probably a little below average, but you know, whatever. It is what it is. You can't change that. There's nothing you can change. But that skit that they just did there, absolutely hilarious. Really freaking good acting, because like I said, I wasn't sure at the beginning if it was a skit or if it was like reality. But obviously became obvious very, very quickly. And I enjoyed it a lot. This was a lot of fun. These are a lot of fun whenever we watch them. So I hope you enjoyed. So if you enjoyed this reaction, check out this playlist right here and get more just like it. While you're at it, go ahead, drop a like, subscribe to the channel, and then hit that little notification bell so you know whenever I drop a new reaction. With that, I hope everyone has a great day, and I'll see you the next time the Glass Moon rises.